地獄戦闘。なんかリメイクされたんだよね、このゲーム。リメイク前をやってないから、あんまり僕は分からんけど。え、マジで一瞬でクリアするよ、今日。今寝起きだからね。寝起きって何も怖くない。ちょうど悪夢見てきたし。体勢ついてるよ、怖いの。スッと始めるか。初めから。1週間前急にいつ今今日サウナの掃除だね。はい、サウナの掃除。掃除用具入れにバケツがあるからタオルの回収お願いね。うん、オッケー。あれなんだ、僕が店員さんなんだ。すげえ、業務内容もある。うーん、こんなお客さんが見えるとこに置いていいんか。銭湯って僕あんまり行ったことないんだけど、こんなに安いもんなんだ。グラフィックすげえゆら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 じゃん。まあ一旦行くか。まあ、取れるってことはこれってことか。なんかタオルがうんたら言ってたよな。こっち行くのかな。え、なんか風情ありますねまあギリ怖くないわ、ここまだ。あ、タオルか、ここのタオル回避すんのか。はいはいはい、あ、あ、え、何、何、何、これが1週間前銭湯ってこんな感じなの銭湯ってこんな感じなの。音がでかい。え、あ、お久しぶり。え、待って、バケツ持ってんだけどえ、バケツ、あれ、さっきのバケツ持ってていいのこれそうですね、卒園以来ですね。皆さん元気ですか。え、私、そうですね、その、え、はいはい、そうなんですね。わかんねえ。なるほど。なんかえ、何、私のことを知ってる人から、施設、補設、施設自体に連絡があったらしい。銭湯を経営してる人で、その銭湯で働かないかって。アパートも所有してるみたいで、そこに住んでいいみたい。田舎にある銭湯みたいだけど。私、都会は合ってないかもだし、行ってみようかな。すごい雨。アパートに早く行こう。202号室が私の部屋らしい。おー。神社。えダメでしょこれ神社荒らしてみた。でなんかいるんだよね、さっきからここに。あ、話しかけれないんだこれさっきからやってることやばいか。あ、はい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 、ここか。なんかいる。話しかけれないし。202号室って言ってたよねさっき。これあれか、カラスよけだっけ。202、はい。あれ開いてるって聞いてたんだけどな。下の人知ってるか。びっくりしたー。笑ってね。その顔やめて。マイナさんだね。よく来たね。来てくれてありがとう。絶対この人があれやん、ボスやん。ラスボスだよこの人。銭湯はこのアパートのすぐ向かいだよ。うん、通いやすいだろ。近いね。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室ね。うんうん、ちょっとボロいけど中は結構いいから。リノベーションされてるってやつ。マイナさんは今24だっけ。ああ、女性に年齢の話するのダメですよ。そうか、まだ23歳か。てかあれか、同い年だ。親近感。若い子が来てくれて助かるよ。いえいえ。それじゃあこれが部屋の鍵ね。準備ができたら早速銭湯に来てくれ。あ、今日からなんだ働くの。でもなんか1週間前サウナでなんかあったけど大丈夫なのかな。ああ、まあ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 綺麗かこれ綺麗かな。まあ綺麗、まあ綺麗か。まあまあまあ。荷物を置く。あ、スーツケース。バケツは消えてるわ。もう次行くよ。ああ、うまくねいや綺麗って言ってたのに。いや汚いよね。よかった、共通認識で。ん、畳が傷ついてる。ん、あ、これがこれ何。よし、あ、これがやることだったんだあ、これ全然関係ないことだと思ってやってたわ。あ、びっくりしたー。今日からここが私の職場か。ああ、来たね。はい、ここが今日から働いてもらう銭湯だよ。はい、これから仕事の説明をするからうん、とりあえず番台の中に入って。はい、やばこれ監視カメラ見えるいやだこれ怖。じゃあ、はい、俺が言ったことを実際にやりながら覚えていこうか。わかりました。俺がお客さん役をやるから言ったことをやってみて。わかったよ。お客さんがお金を置いたら必ず受け取ること。うん、はい、やってみて。でもそんなん余裕ですやん。次にお客さんに話を聞いたら、はい、お客さんが必要なものを言ってくるから、うん、ここのカゴの中に入れてね頼まれていないものは入れたらいけないよ、うん、じゃあやってみようか。分かったよ。はい、何が欲しいの？タオル、ウェットティッシュ、刀？あ、ああ、なるほどね。ここもエイム要素あるんだ。あ、カミソリか。で、ウェットティッシュ。えい。ほら、簡単だったでしょ。なんか心なしかこの人にドラえもん味を感じる。さっきから今の流れで接客をしてね。なんかこの文をさ、ドラえもんが言ってても違和感ないんだよね。次に、めんどくさいけど、うん、オイラー室の仕事を教えるからついてきて。これめんどくさがあんな。はい、待って、でもこっちはちょっと怖くない？この間、え？少しぬるいね。うん。顔ぬるそうな顔出てる。温度を上げよう。僕もその顔を出したいな。あー、ぬるいねこれは。これぬるいわ。はい、じゃあお風呂の温度の変え方を説明するよ。はい、上のレバーを下げると温度が下がって、下の炉に薪を入れると温度が上がるよ。匂うから炉に薪以外は入れないようにしてね。振りかなこれ。ボディーソープとか入れたらいい匂いになりそうだけどね。適温がオレンジ色だからそこに合わせるようにしてね。今は男性風呂の温度が低いから上げる必要があるね。なるほどね。やってみて。あれ。こんなもんか。はい。できたね。お客さんの様子を随時確認して、適温のお風呂に入れるように心がけてね。うん、わかったよ。ああ。あとカウンターのモニターでもメーターの確認ができるよ。そのためのモニターか。嫌すぎる。絶対出るやんあそこに。なるほどね。こっちが女性の方か。うわ、故障中だ。何が故障中じゃん。はい、次に掃除の説明ね、うん、閉店用音楽が流れたら掃除の時間だよ、うん、とりあえず今日の掃除を教えるね。今日は浴槽の掃除ね、はい、まず男性用脱衣所の掃除用具入れに棒、回線機とブラシがあるから取ってきて。これでおー、なんか黒くなる温泉今掃除した場所は今日は掃除しなくていい。まあ、はい、掃除の前に分かったよ。分かってると思うけど、銭湯には規則があるんだよね。規則ですか。規則を守れていないお客さんは必ず帰ってもらうようにしてね。ほうほうほう、追い出せってことね。任せろ。お風呂に入ってる時でもはい。ただお風呂が終わってからだと意味がないからね。規則は番台の後ろに貼ってあるから後で確認しといて。普通にむずそうだな。マイナさんは常識がある。ホラーとか以前に。大丈夫だよね。まあ任せてください。常識しかないって言われてるんで。やっぱりここにいると気分が悪くなる。ああ、いや、そんなこと言うな。あとは任せて。普通にむずそうだけど、あ、はい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 、すいません、今行きます。あ、いらっしゃいせ。あれ、なんでさ500円なのに1000円出すの。これタオル代とかってこと。はい、何が欲しいですか。ボディーソープ、ひげ剃り、タオル、ウェットティッシュ。ボディーソープ、タオル、ウェットティッシュ、ひげ剃り、よし。はい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 、これでいいか。うん、いいよ、もう入って。うん、もういいから。なんかここおかしいと思わないか。よく来たねそんな思うのに。うわあ、なんかいかつめの人来た。よろしくまんじ。ウェットティッシュ、タオルね。毎度。ウェットティッシュ、タオル。はい。お前。あ、今日から始めました。よろしくお願いします。言ったじゃねえかよ。なんだこら。なんだおめえ。一生くんじゃねえ。あ、この人追い出しまーす。はい、追い出しまーす。え、追い出せない。手積みは紙切りはしないかな。オッケー。オッケー。どうしましたか今こいつにお尻を触られたんだけど。こういうやつがいると銭湯の質が下がる。ちゃんと見回って変なやつは銭湯から追い出すべきだ。ちょっとお客様、ちょっとこれいいじゃんか何を言ってんだこいつは。あいつもまんざらでもなかったですねうん、ごめんなさいね。あ、ごめんね。はい、どうぞ。若い人やね。いえいえ。今日始めました。よろしくね。何が？初対面でスカンって言われていい人って言われてもな。そうかな。あれ、なんか1週間前とか言ってなかったっけ。まあいっか。言っとるか。そうだよね。なんだこいつは。ここには合わん。あざーす。はい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 。ああ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 。何やってん。え？え？なにこれなんで？荒らされた。ね、嵐いる。嵐来た。え、いいのこれ。追い出せないのこれ。なんかシャンプー？ウェットティッシュ。ウェットティッシュか。はい。親分。親分誰？あ、あのおじさんか。あれか。お客さん入ってたと悪いことしてないか。あー、ちょっとお姉さん。すいません、入れ墨入ってる方ダメなんですよ。すみません。てめえ調子乗んね。いらっしゃいませ。はいはい。お子さんおるん、うん、お子さんいるね。僕も入るの。ん？ 6 歳までです。6歳までです。6歳までです。すいません、ちょっとうち6歳までなんですよ。あ、あれ？あ、ちょっとあれ、あ、こっちか。あれ、やばい、お母さんだけ先帰っちゃったよ。お母さんだけ帰っちゃった。あ、ちょっとね、時間だからね、上がってってくれないかな。僕ね僕ね、もうお母さんも帰っちゃったよ。一旦掃除するね、じゃあ。一旦掃除するからね。掃除してる間に帰ってるんだよ。ああ、今日明日はちゃんと仕事してね。ああ、ごめんね。それじゃ掃除よろしくね。掃除が終わったらお風呂に入っていいから。え、いいんだ。じゃあ俺は行くね。バイバイ。これ、あ、これだけでいいのか。あ、びっくりしたー。幽霊いるんだね。お母さん先帰っちゃったよ。ちょいちょい。裸のまま行っちゃったよ。すみません。振り返りたくなこれさっきまでいなかったって誰も。まあ大丈夫か。そちらにどなたかいますか？え、男湯の方にいんの？すいません。いえ、ああ、違うんです。え、何？私はここの従業員で。いやいや、自分なんですけど、それは。こちらの桶が足りないので、うん。私の方に投げてもらえませんか？え？わかりましたなんだ。投げる。ヘイパース。ヘイパース。ヘイ。ははは、飛んでった。え、これでいいの？はい。今日の掃除は終わり。シャワーを浴びよう。怖い怖すぎる。ちょっとこの視点怖すぎる。何下を向くって。あ、髪洗うのね。え、何これ。え、お腹痛くなってきた。こっち女湯なんですけど。ご覧ね。女湯なんですけど、電気消えたんですけど、お腹痛いんですけど。何？大丈夫か？ワンコ。ワンコロ大丈夫か？手洗うの？一旦男湯の方は誰もいないっぽいわ。ペンギンしてる今。今政治の壁でペンギンしてる。まあ大丈夫そうだね。帰れない。行くしかない。なんか赤い。アイス食べたい。鏡怖い。なんか赤い。お腹痛い。なんか、音が怖い。やだーやだ、ちょっと待って行くのかこれ。いや、行くか。行くか。よし、行こう。あ、なんかいるー。え、なに？え？どういうこと？っていうね、ノリノリの夢を見たのかこれは。おお、なんかちゃんと生活感ある。ストセロ買ってるえ、このゴミ箱の位置エアプじゃない？一人暮らし初めてか。絶対このこっちの方がいいでしょ。なんでここなの？料理しにくいだろ。いやー、昨日、てかさ、今思い出した。なんか誰か死んでなかった？え、なに？え？え、なんか、入れたし、コンビニっぽいとこ入れたんだけど、怪しすぎん？え、なにこれ？ゲームできるらしい。え？そういうこと？あ、すげえ。射的ゲームえ、すごいエイム要素ああ、外したエイム要素あるんだこれえ、おもろい。あ、外したあ、これ感度合ってないわこれ。ノースコマーシャルはいけるぞ僕。うわー、3体倒せなかったか。もう一回やろうこれ。これね、覗かない方がいい気がする。覗いたら感度変わるわ。どう？え、7739。え、なんで？ははは。すべて理解した。今すべて理解したわ。何だったの今までの時間は。やべえ、このゲーム無限なんだけど。無限すぎる。パーフェクト取るまでやめれねえよこんなん。やばい。間に合うかこれ。やばい。よし。おー。やったー。オールパーフェクト。なんかもろたわ。ねこれ。そうだった、僕コラゲやってたんだわ今。何してたんだっけ僕は今誰で何をやるんだっけ。あれか、今日も働きに行くんか。今日も一日頑張るぞい。何かわからんけど。